かに案内はどっかから入れってなんかねどっちからとかって案内のベルクがあベルクはベルク越えて越えてここをこっちじゃなくて、うん、真ん中このせせらぎそうって書いてあるああこれ、うん、あっちもファームステイあ本当だ足の手前の手前に手前だからわかんないでどっちここっぽいあであこれに受け付けがあマッキーファームだ受け付けっぽいキャンプ場って書いてあるあ本当だと思いますで一応ね B サイトっていうのがこの辺のエリアなんですけど、はい、C サイトっていうのが新しくできたんですよ、はい、でお値段こっちの方がちょっと高いんですけど、ええ、実は昨日からサイト始めたばかりでもしよろしければ C サイトにあのお値段はあのよいいんで泊まっていただけないかなとちょっと広いですあ、ね、あじゃあいいですいいですであのご感想いただいて、はいはいはい、いいですか、はい、動画も撮ってあげたりしてもいいですか全然いいです、うん、CG は一番奥その奥ここが右に曲がんなきゃ曲がんないと CG に曲がってさらに奥ねなるほどお掃除場はちょっとトイレの横あたり、うん、で広いのは1か10?1? どちら同じか相当広いよ10とか1とかああ。今回の、タープは、ユニフレーム、こちらのタープを持ってきました、変形のヘキサになっていまして、こちらのポールで立てることで、広く使うことができますここは、自分のビッグアグネスホッパースパー UL1 ですかこちらになります、電室も結構広めになっています、ね、一人用ですけれどもスペースも、それなりに確保されていてあと嬉しいのはこの大容量のポケットですねあとはこちらにもポケットついてますあとこちらに貴重品でもありますで全面メッシュっていう形になっていましてあとここが雨の日なんかとか出入り忙しい時ポイントはキーパーがついてるのでこれを差し込むだけでドア入り口を開けておくことができます、重さは1キロです非常に軽くて気に入っています。あとここに、ベンチレーションがついてます。MSR のワンポールテント。あ、割と広いですね。あ、うん、伸びちゃってる。あ、結構割と広い、本当広い感じですね。MSR。ワンポールテントの中です。だからだ。ああ本当だ本当だ。ああなるほどね。噛まないのがいい。ああなるほどね。あ本当だ本当だ。ああなるほど。うんうん。こもらない。あそこのこの赤い空間が輪っかがついてる。うん。とか上にあれば吊るせばポールもいらない。ああなるほど、ね、あそういうあれなんだ。あそれは結構
さすが MSR って考えられてる。どうですかクロノスドームは。前一人分すよ。今フライを自立させて。あ、そうか、フライ自立はこれが大きいですよね。なるほど。あ、本当。あ、でもフライの自立は結構大きいな。なるほど。あ、結構容量もありますね。まあそうですね。一人と一人バッグ入れて全然余裕って感じ。なるほど。秩父ファームキャンプ場に来ています。景色も結構綺麗で新しいキャンプ場です。今回泊まっている、こちらの、シーサイトなんですけれども、ついこの間新しく造成されたというサイトになります。電源がすべて完備されています。さっきテントを建てたんですが、まだ造成したばっかということもあるのか、結構、地面の下にですね石が結構大きいのが入っていてペグが刺されづらかったということがあります。大きいテントと張られる方は、しっかりしたペグとハンマーの持参をお勧めしたいと思います。こちらが B サイトになります。こちらもすべて電源がついています。炊事場になります。そうですね、こんな感じで乗りますし、お湯も出るようです。あ、トイレも、あったか便座と綺麗な、トイレになっています。本日は我々の他に一組しか泊まっていないということですので、かなり広々と使わせてもらっています。そしてこちらが秩父大橋になります。ここが受付となっておりまして、薪なども購入することができます。今まだ、作り途中というキャンプ場でございまして、先日はこちらに、コインシャワーもオープンしたということです。またこちらにカフェが併設されています。以上キャンプ場紹介でした。お風呂は地元の銭湯クラブ湯さんで一風呂浴びてきました。一人380円、昭和の雰囲気が漂う銭湯でした。お疲れ様です。あ、うまい。これは何ていうメニューですっけ。鶏のホロホロ煮。鶏のホロホロ煮です。まあ、もつ煮のなんだろう、鶏バージョン。鶏バージョン。ということで本日もお開きとなりました。お疲れ様でした。おはようございます。雨が降ってます。来ないといい。あ、秩父ファームステイキャンプ場、全体的に非常に綺麗で、過ごしやすいキャンプ場でした。
炊事場もトイレも綺麗です、まあ、ちょっと強いて言うならばちょっと地面が硬いのでペグが刺さりづらかったということぐらいでしょうか、しかしながら、ロケーションも良く値段も手頃ですので、大変おすすめのキャンプ場です。皆さんぜひ訪れてみてください。